左手の下の下次は、また、他のフランスの上空見ておます中から持っておますが、ビオラにアレンジさんの、アレンジというか、一応した部分で演奏しています、先ほどと同じように楽しみから直接その、バッハのあれを取った書き換えた本を読むことがあると思い出したと思います、先ほどのバロックバイオリンもそうですけれどもこういったのあのバロックバイオリンもそうなんですけどバロック時代とか古典版時代